香りのマンスリーチャレンジ。あれ回復してない、大丈夫？いなかった。まだ引きずってるやんけお前。あれあれ大丈夫？大丈夫です。いやお前のキャーがさ、あのこっちから聞こえるキャーで、あキャーって言ってるって言って画面からキャーって出てくるね、楽屋の人なんぼキャー言うねん。キャー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 言ってたね。まあまあでもあれはそうなるよね。怖いよね、はい、ということでございまして、うんうんうん、ここからはですね、香りのマンスリーチャレンジということでございまして、その課題の進み具合をですね、チェックしていきたいということでございます。見事、ね、毎月課題をクリアいたしますと、星がもらえまして、1年で一番多く星を獲得できたアシスタントには何かご褒美があるということでございます。さあそんな、香里さんに出されている今月のマンスリー課題はクラッシュバンディングで全てのダイヤを獲得するということでございます。ちなみに獲得しなければいけない総ダイヤ数は全部で26個と、はい、26個獲得できたらクリアということですね。はい、今回の課題は任天堂スイッチクラッシュバンディクぶっ飛び三段盛りボーナスエディションを使用して挑んでもらっています。うん、本作品は名作と名高いオリジナル版3作品を収録しており、今回の課題であるクラッシュバンディク、そしてクラッシュバンディク2、コルテックスの逆襲、クラッシュバンディク3ぶっ飛び世界一周の3タイトルが HD リマスターされた大ボリュームのタイトルとなっておりますよ。そうでございますね。はい、10月2日には4も出ますけれども ね、はい。さあということで、まあ、前回から初めて、ねね、1週間経ったわけでございますけれども、どうですか塩梅は。あれなんか微妙な感じ。いやなんか、まあ、雨舐めてるあれ、うん、それお前操作が行き詰まった時の室井さんやないか。室井さんなの。ででんでんででんの時の、いややらんでんねん。そうですね、どうなの、結構私が積んじゃってますね、もう。ええ、どこでどこでどのステージで、どれぐらいで、どれぐらいっていうか、何なんですかね、私ゲーム下手なんだなって思って。あ、まだちょっとその奥行き感とかそういうのに慣れない、扱うみたいな。奥行きとかよりもなんか気づいたら落ちてたりとか。え、寝てるってこと。いや違う、なんか滑り落ちちゃうんだ、行ったと思ったらと届いてなかったりとか。わかりました。じゃあ今日はもうね、山本ちゃんもちょまるさんもいるし、はい、ほんで今日放送見てる天才たちもいるから。そうです、そう、アドバイスが。ちょっとプレイ見ていこう、ほんなら。はい、ちょっとやってみ、ゲーム画面お願いします。やってみ、どう。仮面の音ですね、くらさんがやってんの。ありがとうございます、はい、山本さん、ありがとうございます。いやいやいや、全部箱壊さなかったよな。そうなんですよ、星をもらおうと、あ、じゃあそのダイヤを取ろうと思ったんです。今のもギリってことで。そうです。うわぁ、これ魚に当たったらあかんの。そうです。で、この大葉が動くんですよね。大葉って、うん、誰が見ても動くのは分かります。なんでしそやん。あっ、危ない。よいしょ、いいよ、馬乗ってるやん。いけてるよ全然いけてるよ。よいしょ、よいしょ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。リズム、リズム。あ、これ、あ、これ何、壊れるの。あ、そういう、なんか上から飛ぶとリンゴがもらえるみたいな。滑った、滑った。あ、今のがあれだね、滑り落ちるんだね。そういうことです。でもよかったね、この藻でこういっちゃうんですよ。藻が滑んねん、うん、ジャンプは、ジャンプも、はい、あ、テクポイント、うん、あるね、これサスケにこのあるね。あるある、あります。あ、魚邪魔だね。うまい。あ、危ない、 TNT がある。逃げて。おい、すごい、すごい、すごいじゃん。今の、今のずっとったら蓋閉まるんだよね、あれ。そうなんです、うん、食中やから。で、このまた大葉を待って。大葉だ、なんでしそうやん。変な動きするね。品がいいんですよ。あぁっていう感じですね。いや、落ち着いて、行こう、落ち着いて、うん、そう、忘れなんでいい。これ時間ないんでしょ、これって。時間制限あるのかな。ないです、ないんだよね。あ、ここからか。そう、チェックポイント通ってますね。いやいや、ここまで余裕ですよ。全然余裕ですよ、うん、次のオーバーを気をつける感じですね。そうです。ここは乗れて。しそこんな形してない。ゆっくりゆっくりゆっくり行こう。
いけなかった。大丈夫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 。戻るから。よいしょ。落ち着こう。落ち着いて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 。落ち着いて。なんでそうなんの？なんか逃げないとと。あいつ結構早いで早いで。無敵モードだ無敵モードだ。どうしたチェック。お願いします。早いでそいつ。だから滑り落ちたよ。なんちょ今のはちょうど開いたとこだからよかった。ほんま、うん、もうここで飛ばない。はい、あれはい飛ぶ、はい、飛ぶ飛ぶ。ストップ。落ち着く落ち着く。お、はい、あなんかボーナスエリア開いてる。これ、ああそうなんだ。何してんの。そこでここにも箱があってこれをまた壊さなきゃいけないんですけど、うんうん、お、怖っ。落ちないようにね。抜けんねん。あ、でも全然いいじゃん。そんなにもう、なんか、うん、頑張れ。あ、行っちゃった。大丈夫。え、後ろ向き、おーおー、あ、ちょっと落ち着いて落ち着いて。やった。おー、いいじゃんいいじゃん。すごいすごいすごい。ちょっと手拭いても大丈夫ですか。拭いてください。あ、手抜いても、あ、拭いても、ね、手拭いても大丈夫です。手抜いても。落ち着いて。ここのオーバー早いから落ち着いて。これ歩いていったら乗れんじゃん。え、乗れそうね、乗れそうね。近づいた時はね、トコトコトコって飛ぶ飛ぶ。はぁー。あ、待って待って。だからすぐ何で焦んのかな。いや、落ち着いて大丈夫だよ。魚もいないし。ここちょっとあれね、うん、水流が強いね。はい、ジャンプ。いや、いや、うん、そこ焦らんでええねん。そこの葉っぱ焦らんでええのよ。なんでやろかしら。あのクローバー急いでいかないと沈んじゃうんですよ。あのクローバー、そんなクローバー。そうなんですよ。ごめんクローバー。幸せじゃないクローバーもね、四つ葉でもねあるんですね。あ、深い。幸せじゃないクローバー。ちょっと待ってください。なんで。なんか恐竜さんがいつも出される課題難しい。大ジャンプしないとダメなんじゃないの。もう一歩は多分沈まない、うん、大ジャンプがあの箱壊してる時じゃないか。あー、そうなのか。ちょっと待ってください。じゃあもうちょっと、うん、ここ待ち時間長いね。なんか毎回見てると、うん、そうそうそう。もう少しだけ余裕があるって。おー、うん、ナイスナイス。もう少しだけ余裕ありそう。うん、全然大丈夫。葉っぱが必ず向く方向があるから。はい、いけるね、いけるいけるいける。乗ってきて、よし、うん、これなんじゃ。これあれだ、取ってないからいけないんだ。そうなんですよ。あ、どういうこと。どっかで取り忘れがあったっていうこと。あの別のステージで他のダイヤを取らないと、うん、なるほどね、取りきれなくて。うん、そっかそっか。プレイはここまでというわけで、うん、ダイヤの数確認して終了となります。あ、ダイヤの数が重要だもんね。今何個取れてるか。26個中、ね、26個中。え、ちょっと待って、今2ステージ、え、1,2,3 ステージ目ってこと。ん、いや、もっと、もうちょっとあっち側から回ってきてますからね。あ、そっかそっか、うん、今これちょ結構いってる感じなんじゃない。ダイヤの数だと2個です。ええええ え, えでも4週間しかないのにこんだけ進んでるんですよ。いや、進むのはまあまあ、あのハートったちゃハートちゃう。そのダイヤ取れへんかったとこどこよ。いっぱいあります。え、なんで行くの。じゃあさっきさっき、いや、だからわからないんだよ、ちゃんと見てないと。え、違います違います。先のステージをクリアしないとそこのダイヤを取れなくなってるんです。ああ逆か。クリアするだけではダイヤが取れなくて。あ、え、どこどこのステージの緑色のダイヤを取らないとそこのステージ の, その白のダイヤは取れないっていうようになってるので、うん、え、でも2目標は26個です。26個です。今が遠いね。2個です。でも今は準備段階ってことね。そうです、今これそうです。一気にドラーって飛んでってことね。つまりまだ今は箱壊すとか関係なく全エリアをじゃあ開放した方がいいんじゃないの。そう、 とりあえずクリアしていこうみたいな感じで。なるほど。ほんなら、え、その進み具合的にはどれぐらいなの。どうなのスタッフさん、そのダイヤなしで考えて、え、今この
ここは一生懸命やってますよ。何分遅い？めちゃめちゃ遅いです。遅い、すごい。2人が言いました。怖こんな怖い現場でしたっけ。集英社の編集者みたいな、めっちゃ怖い。遅いよ。5分の1ぐらい。5分の1。これから難易度上がっていくから。それも1個のステージをクリアするのにあんな感じでこう落ちちゃうんで、すっごい時間かかってしまって、あの距離感がね、わかんない。わかる、私もこういうゲームね、距離感。でもやってるとやっぱ慣れるじゃん。あのバンディ君にもほら下に影があるからさ、その影が着地点だから、その影を見るとあのすごく分かりやすいの。色が影なんか見てなかったぜ。影なんてあることも知らなかった、ね、影があるのよ。必要のないもんなんてないんだよ、世の中には。ちゃんと意味があんだ。なるほど、うん、そういうことですよね。そうです、ありがとうございますで葉っぱの多分あれ向きとかも絶対あるはずやから、あ乗りやすい向きとか、乗りやすいじゃなくて葉っぱがピークに達した時の感じとかね。そう、その絶対あるはずやが、こう向いた時、うん、その時に向けてっていう。なんか香織さんはこのなんか葉っぱと一緒に回って適当にギャっていくから、はい、絶対あるから方向が。なるほど。でも普通にプレイできてたから、うん、なんかちゃんと時間取ってやればできそうだけど。実はリハーサルすごいひどかったんですよ。あ、そうなんですね。でも3回ゲームオーバーになります。でひどくて、うん、で一旦こうブレイクしようって言って、うん、プレイ今したらすごい上手くなってたから、うん、やっぱりねメンタルも大事だと思うよ。追い詰められるとやばい。だから1回家帰ってバイオハザードやってこれやる無理です、無理です。そういうこと。だって怖さが全然ちゃうやろ。いや全然違うんですけど、あんなも別に落ちとドーンとなるだけ別に。そう、かわいいもんね。やる前にバイオ、ね、落ちることに慣れてどうする。そうですね。そうですな。ありがとうございます、うんうんうん、さあということでございまして、はい、どう残り最終回でクリアできそうですか。頑張ります。もうそれしか言えないね、はい、それしか言えないね。いや、はい、続き頑張ってください。これだからもうできなかった時の何かももう欲しくなっちゃうね。いやそんなんやめてくださいよ。あ、またこっち側当たっちゃったよそうね、だって山本お前順調入り狙ってるな。違う順調のあ山本、いや違う、そういうことじゃないんですけれども、やっぱり難易度を知っているわけじゃないですか、うん、で今回無印のっていうことなんで、うん、無印は一番難しいんですよ、うん、だからそこはね、そのあんまりなんかこう攻めてくれてほしくないと。攻めてくれてほしくない、頑張ってるんだからって、ね、うんうん、なるほどね、はいはい、うん、そうかそうかそうか。クリアボード2枚越しにありがとうね。すごい、ね、重みが2つはね、カンカンってね、突き抜けていくわけでございます、うん、はい、ということで、うん、ぜひまたね、皆さん、香織さんにアドバイス等々ありましたら、ね、ツイッターでアドバイスしてあげてください。お願いします、はい、ということで以上、香織のマンスリーチャレンジでした。